ホセマルティメモリアルホセマルティメモリアルは、キューバの国民的英雄ホセマルティを称える記念碑、キューバの首都ハバナのベダード地区にある革命広場の北側に位置している。メモリアルは、星型の形をした塔と6本の柱に囲まれたホセマルティの像、そして庭園で構成されている、エンリケルイス・バレーラ率いる建築家集団によりデザインされた塔は、109メートルの高さを誇るほか、 五角形の星型で青年の島から採掘した灰色のキューバ大理石に包まれている。最終的にデザインには1939年より開始された一連のデザインコンクールから推薦された数々の作品を選抜したものが採用された。出展された中にはマルティの像を上に乗せた塔やアメリカのワシントン DC にあるリンカーン記念館のような作りで 内部のリンカーン像同様に、マルティの座像がある、記念碑などのデザインもあった。1943年に4度目のコンクールが開催され、メモリアルのデザインに建築家のアキレス・マザ、彫刻家のフアン・ホセ・シクルの作品が、それぞれ選ばれる結果となった。その後モニュメントの建設工程へと進むため、それ以前から同一に存在していた建造物、モンセラット・エルミタージュは取り壊す。 必要性に迫られた。しかし、エルミタージュの買収には法的な障害がいくつかあったため、建物の取り壊しとメモリアルの建設は遅延するばかりとなった。そのため、フルヘンシオ・バティスタがクーデターにより権力を奪い取る1952年までメモリアルの建設は開始されなかった。ホセ・マルティの造権力の奪取後に大衆の支持を得たいと熱望するバティスタは、 マルティの記念碑建設へ傾倒した。しかし、それまでに選出されていたコンクールの受賞者によるデザインよりも、バティスタはそれ以前の3回目のコンクール時に選抜されていた作品をメモリアルのデザインに選んだのである。これは、バティスタの私的な友人であり、労働大臣でもあったエンリケルイス・バレーラ率いる建築家集団がデザインしたものだった。このデザイン選出は、 世間の強い抗議をもたらし、結果として、塔の上から像を取り除いて、代わりに、塔の規定部にファン、不安ホセシクルがデザインした、マルティの像を設置することへ、計画デザイン案の修正が行われた。塔の建設は、ホセマルティの生誕100周年記念となる1953年に、開始された。ここで、メモリアル建設のため、立ち退きが要求された、地域住民への保障に関して、 さらなる問題が巻き起こっており、この問題は若かりし、コロのフィデルカストロに引き継がれた。記念碑の建設は、バティスタ政権も終わりを迎えた1958年に、春工へと至っている。選出されたデザインには、最上階に取り付けられた展望台も含まれており、これは、ハバナ市内で最も高く、エレベーターで行くことが可能な、この場所では、市内全方向を見渡せる。 見晴らしの良い眺めを楽しむことができる。眺望の菊島の地上階には、ホセマルティの手記や彼にまつわる品目が展示された、二つの展示室が設けられている。また、三番目の個室では、革命広場の歴史が説明されており、四つ目の個室は、現代アート作品の数々を展示する目的で、使用されている。塔の中心にはエレベーターが備え付けられており、 壁はマルティがかつて述べた言葉の引用文で装飾されている。展示されている他の物品には、ベネズエラの政治家ウゴチャベスが2002年にキューバを訪れた際、フィデル・カストロに贈呈したシモンボリバルの剣のレプリカがある。広場と内務省のチェゲバラの壁の方向に面する外側には、元の位置でシクルによって彫刻されたマルティの18メートルの白大理石像があり。 それより高さの低い六本の大理石の柱が像を囲んでいる。像の位置する土台部分は革命広場で集会が行われた際の演壇として使用されている。ありがとうございます。